時時刻は7時を回りました。今日も国道330沿いパークアベニュー入り口、FM 小座のスタジオから生放送でお届けします。 ラビンちゃん応援ラジオ、PTA、パーッと楽しく、アイエナーのお時間です。やばかった、今。微妙な間がね。トリップっています。う、はい、皆さんこんばんは。もうこの声を聞いて、ああ、宮島さん休みなのねって。はい、いつものことねって。いつものことね。はい、先ほどお電話ありまして、僕休みたいんだけど、そのつもりで準備してたんだけど、とは言わなかったけど。まあね、最近。 お忙しい方ですからね。はいということで宮島さんは今日はお休みということで、私がやってきましたよ。北見小学校の四年生の木那さおりです。そして今日も助けてください。あの少しお手伝いできればいいかなと思ってます。F.M. 小材系白目君です。はいよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。もうね四月に入ってもうしとね。 北見小学校というか沖縄市全部一緒かな10日から小学校<ー>学校始まって1週間たちましたうで,、ね、でうちの近所にいとこと、はい、そしてその友達の幼稚園児が入園して、はい13日の日から、はい、うちの息子の美翔君がですね 4年生だから22だからってことで一緒に登校するっていう練習を自分のペースじゃないさなんか幼稚園児ってほら道歩きながら「あれ何かね?」ってまたさって出て行ったり飛び出したりするさそれを「違うよこっちでこっちでよ」ってこの線から出たらダメだよとかっていうのを今学びの時になってる感じがする。でそれを後ろで私ついて見守ってるんだけど。はい それでも親も親学びになってる感じ<ー>あこの時あこんなしないといけないんだって自分も教えられる。ま、改めてねそうだから新たなんかそれぞれでね、うん、4年生だったり新入生だったりっていうなんかみんな,みんながなんていうのかな誰しもが通ってる道ではあるんだけども、うん、またこうやってね目の前でこういう展開がね繰り返されて起こされていると。 こんなだったんだってまたちょっとしみじみになりますけ思い出そうと思ってあの頃の自分思い出せないわけやっぱり月日が流れてるから年前だからねもうだからねで今うちの上り川のブラックは線が引かれてるわけさねこっちから出るなよみたいなこのスクールゾーンってことですか全部ではないけどところどころにあるからこっちから出るなよとか分かりやすいですね

はい、歩いてみるとさその地域の課題も見えてくるからうん、うん、確かに確かに歩かないと分からないところもありますからねか分かってたはずなのにっていう感じでやっぱり大人の目線で見る地域っていうのはまた変わってきますからね子供目線ねさてこの番組なんですけど何気にですね今回が新年度始まって初めての学校さんの、うん、出演となるんですよというのは 4月3日が、沖縄市民、ね、あ、沖縄市民って、<し>沖縄市の BTA 連合会の皆さんが出演されてて、で、先週10日は、えー、青少年指導員の方が出演されていて、うん、大人チーム、大人チームっていうね、うあの、大人、大人が続いてで、大人大人で続いて、春休み期間チームをね。はい、今回 初めての、初めてというか、まあ、新年度、最初、最初の。ええ。まあ、子供たちの出場、出場がね、出演というかね、登場になるので。はい。あれ、子供たち、外に出てきましたね。ねえ。いいよ、いっぱい、なんか、いじってね。聞こえないけど。よ聞こえないけどね。言っとくだけ、言っといてね。笑わしてね。ねい笑わしてよ。 あ、聞こえてる,聞こえてるそうさそう当たり前さ外にはあれスピーカーつけてるのにね<え>ね<え>ということでよろしくお願いしますギャラリーも、ね、盛り上がってこの、うん、今日のゲストは北見小学校の男子バスケット部 そして PTA <ー>、府警の方々にも、ねね、お越しいただいているので、はい、後ほどたくさんお話聞けたらなと思っていますよ。はい、またこの番組は沖縄市内の小学校、中学校の児童、生徒、そして保護者の皆さん。 そして時には先生方も、はい、で地域の見守り隊の方々もゲストにお招きしましてうん、うん、その地域の紹介学校の紹介そしてその地域学校を応援するっていう番組です。はいはい、で今日の今夜のゲストが北見小学校の皆さんなのでえゆかりのある方うん、うん、あ知ってる知ってるこの間この大会でこのチームあったよとかそういうご縁のある方どしどしいい、ねはい、メッセージお待ちしています。うんうん、メッセージは です。七六一アットマーク fmkoza ドット jp です。ファクシミリは零九八九三四八六五三九三四ハロー小沢までお願いします。ありがとうございます。はい。またあの <laughs> ユーストリームとツイキャスにて映像と音声も配信してますので、はい、こちらでも映像はいホームページからアクセスしてみることができますので、うん、お楽しみください。はい。ワラビンチャー応援ラジオ PTA パーと楽しくアイ IA な。 この時間は沖縄市 PTA 連合会の提供で、この後7時56分までお届けします。喋りすぎたかな。暑い。喋、ねね、ると暑くなる。え、サウルさん手だけですよ。つでい,いいんじゃない？もう飽きたんじゃん飽きたんじゃない？ねはい、あ、なんかツイキャス消えた。大丈夫大丈夫。大丈夫

はい時刻は7時6分を回ったところですまもなく7分になるところですファラビンチャ応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナ、えー、今夜のゲストは北見小学校 PTA そして、えー、この後は子どもたち男子バスケット部のみんな登場となっております皆さんこんばんは こんばんは。よろしくお願いします。大人チーム、私も含めて若干緊張気味っていうね。<laughs> はい、わかりますよ。何回出ても緊張しますよ。はい。あの早速ツイキャスからもルドルフさん、若いお母さんですねって。私は手だけしか映ってないのね。たまにはいいかなって。こんな感じで、はい、映ってます。であの初めての方ですかね。上野さんっていう方が鹿児島から。 こんばんはということで鹿児島からはい、うん、ツイキャスでご覧になっても全世界から見ることができますので緊張感をあおっちゃっと <laughs> あおっちゃっと大丈夫ですはいはい、えー、シーザーさんもたくさんのメッセージはい大打登場ですよろしくお願いしますでは早速ですがもう慣れっこですねこの番組ね私のお隣から自己紹介をお願いしますはいはい北見賞 pta 会長の山下です、はいえー 何話すの？さっきねなんか今年初そうそう新年度ですね新年度になってからね選ばれてきてるんだろうなともちろんですよ選ばれし者選んだのは宮島さんだけど北見小学校最初に出てってね宮島さんにねはい先輩分かりましたかはいよろしくお願いします会長では続いて。 お願いします。えっと六年生の松田玲イの母さん。はい。松田美香です。はい。よろしくお願いします。松田さんです。緊張されていますね。お母さんの参続いてはいお願いします。と六年生の上野耕原の母です。えっと北見小バス男子バスケットボールのと副会長をさせていただいてます。はい。お願いします。お願いします。上野さんです。明けお母さんです。 はい、では続いいて若いお父さん6年生の平田空の父で <laughs>、はい、え今、っと年からです、ねえー、と北見町男, <laughs> <laughs> 男子バスケ部の監督をさせてもらっています。よろしししくおお願いいいままますすはこのメンバーでお届けしたいと思いますよ、はい、会長新年度、うん うんどうですか、ね、北見小学校の感じ今の雰囲気ね実は今週の金曜日にあの感、ー、想芸会、はい、先生と保護者の感想芸会もあって今から北見小得意のベタな衣装を着た余興練習も水目とやってえ私聞いてない誘われてないよ <laughs> いやいや <laughs> 主役ですからいやいやいや <laughs> そういったイベントあってまたね、うんあのー、新しくこうやって部活の活動も始まるということで、えー、楽しみに今年もいっぱい活動できたらなと思ってます。よ、はい、いいよろししくお願いしますよ、うん、今年度も <laughs>、はい、会長 あれだね衣装着てないからなんか別人みたいつ、ね、もこのラジオラジオだよって言ってるのになんかすんごい格好でくる、ね <laughs> でね、全身タイツでなんかかつらかぶってそのイメージしかないんですけどね。ラジオってって感じでね <laughs> 北見小学校去年のこの第一回出演の時がそうじゃなかったです。先生方も ほら吉木先生とかも猿の格好だしてたねでしたねそうそうそう吉木先生頑張っていたねそんなあれから1年前回の出,場出演が12月バトミントン部その前にも男子バスケット部去年じゃなかったですかねおと昨年ですかね。久しぶりの 登場、うん、ということになるんですね。うん、はい。その間にいろんなことが起きたと思うのでいろいろ聞けたらなと思いますが、<laughs> じゃあ松田さんはい、部活この学校で頑張っていることって主にどんなことを頑張っていらっしゃいますか、えー、松田さん。子供たちの見守り、うん、大丈夫ですか？<laughs> 子供たちの見守りですかね。はい、やっぱり怪我をしないように楽しくバスケを、うん

やったりやらなかったりで、<ー>男子はほぼ毎週今のところ頑張って、毎週。<ー>じゃあということはこの練習日が多いということはこの見守りの回ってくるのもペース早くないです？当番制でやってるんですけど、うん、私は子供たちが頑張ってる姿を見るのが好きなんで。<laughs> いいですね。もう子供がね、子供たちも頑張りますよね。はい、張り切りますからね。はい、うんはあ。部活動が中心のこの見守り。 そうですね PTA 何かなさってます全くしておりませんお願いします本当にお待ちしておりますはいありがとうございます続いて上野さん上野さんうちなんちゅですかそうですあ、そうなんですね分かるんですねやっぱりはいよろしくお願いします上野さんはあ、学校で頑張っていることは主にどんなこと主にえっとですね やっぱり子どもたちの見守りが第一というかね楽しくやってるのをまあ見るのが好きなので私もそれを皆さんの,この父母の協力を得てまあ父母も楽しくこれからやっていければいいなと子どもたちの成長を見守りながらはいそういうことをちょっとまあ中心に考えて活動をしていってます。 いあの時とあと大会、試合とかもありますよね、その時も、丸1日です朝から遅ければ夕方、終日あるんですけどその時の送迎とかも、この父母の協力を得て皆さん、応援も行ってという形ですね。 あの普段のこの練習が始まるときって何時ぐらいから学校にいらしてるんですか、はいえー。一応当番さんは16時からあ16時間終わるのが17え、うん、19時までだいた3時間ぐらいありましてやってます。3時間はいお仕事もしながら。 お仕事その時は調整していただいて<ー>皆さんに、ね、<laughs> そういうないとなかなかねで,できないですよね、はい、子供たち聞いてるかな、うん、遊んでるね <laughs> <ー>でキャッキャキャッキャしてるねキャッキャッしてるねあかあれなってるよ歩行者天国っぽく <laughs> なってるよはいありがとうございますはい、はい、続いて平田さんはい、はい、平田さんはん監督 僕は監からですね、去年までは、じゃあ、去年までは、自分の子供が5年生で、ちょっとしたコーチとして、少し携わらせてもらって、ですね今年はもう、前監督が退任されるということで、ちょっと後任がいなかったので、じゃあ、僕、やりますと手を挙げて、やらせてもらうことになりまなかなか手を挙げるって、大変ですそう周りに押された感もある。 いや、うん、頑張ろうっていう気持ちが、そうですね、社長、僕、会社勤めなんですけど、社長にもお願いして、1時間ちょっと帰るの早めらせてもらって、すごいいい会社、どこって、社長の理解があって、すごいすごい、あそうですね、何とか何とかあってね、そしてスポンサーになってもうえわあのですね、実はですね、平田さん。 幼馴染なんです私。え、そうなんですか。あ、そうですね。ま実家もよくわかる、もうはっきり覚えてる。お互い実家遊びに、はい。一緒に海に泳ぎに行ったこと。中ですね。これ以上は比較は聞かないところかなじゃあね。あ、そうね。比較はじゃあ、いいよ。私はいいけどほら、ね。彼がどう思う。監督だからね。あ、監督。あ、もう監督。子供タッチの前ではね。あのあれ子供の時ってバスケ部でした。 僕、部活実をやってなくて、うん、えと卒業してからまあバスケットにはまって、うん、卒業してから茶田の,チャタのあ荒ハ公園で外人さんたちと遊んでて、うん、それからだんだんバスケを覚えててていって<ー>って感じですねそ,そんな流れってあまりなんか自分自身も部活でこれやってたからじゃあ子どもたちにもという流れとかもよく聞くしスポーツやってたからっていうのは。うん あると思うんですけど、全く違う。部活は全くないですね。一応そんなイメージ。めっ遊んでました。私も遊んでました。そうか。多分、まあ、僕が頼りなかったんでしょうね。そしたらですね、監督しますって言ったら。あの、頼もしいコーチ陣が。新しくまた。ついてきてくれてですね。コーチは何名います。えっと、今四人ですね。男性三人女性、あ、男性二人ですね。三人に女性一人で。 多い、多,くないですか多いと思いますね。ね。<で>今日はいらっしゃってないあ今日は。はい、そうですね。来てないですけど。うん、もうコーチ人に助けられてもらって。助け合いが一番ですもんすね。んねねやっぱり一人だけではなかなかできないことも。あるんで、ね。そうですね。ねもう今はもうコーチ陣が結構イケイケなので。どんどん練習メニューを持ってきてくれるので。 ほぼコーチ陣が来てくれるときは僕は座って待ってる。ああいいですね。監督です。そですいいですね。そうあのジャハナさんもお手伝いさせたらいいですよ。はいはいラインだけ来てから出るのかっていや来いって。いうジャハナさん飲み会で盛り上げてもらってるす。あじゃその適材適所がある。ああいいですね。北見小学校バスケ部うち無料かなバスケ部にあいいですね。そして PTA では。 私ここぐぐいいますよ<ー> BTA ではまだ前向きに検討中ですね。<laughs> あの名前ありますけど、広報部じゃないですか、は <laughs> まだちょっとまあ監督、まずはですね、あのあの,あ <laughs> あの、ね、ちょっと話があるので、<laughs> 広報部長なので、あのもっといやコーチも、ね、しっかりしてるってことだしね。 僕は今、は今週の大会のことで頭がいっぱいですまだ大会の写真を撮っててください、たくさん新聞に広報誌にその活躍のシーンというのはなかなか現場にいる方しか撮れないのでお母さんたちも一緒に部活と練習試合等は一応撮らせて今年からいただいています。 方も多いのでお仕事してるとやっぱり活躍を見ていただきたくてってこれをどこかでまたねとかかですね部のグループ LINE がありますのでそこで機会があればブログも立ち上げたりしてサッカー部がブログ立ち上げてますよね北見 FC でそしたら動画も。 自分たちだけで楽しむっていう方法もありますけどね。ああ、そうやって助け合い、い助け合いで本当にあいいです素晴らしい。素晴らしいです。もっと聞きたいけども時間ないかな。子供たちがもう待ちカンテしてるので、ここでじゃどうしましょう。一曲いきます？はいえっとここでですどれにし平田さんのリクエストにしましょうか。

はいお届けしましたのは、かりゆし58で、アンマー、お届けしました。では、メンバーチェンジをしまして、えー、まず子どもたち4名登場ですよ。北見小学校バスケ、男子バスケット部の皆さんです。こんばんは。こんばんは。声出していこう、声出していこう。うじゃあ、んん早速私の隣から自己紹介お願いします。北見小学校6年の平田空です。はい、空くんです。よろしくお願いします。います続いて。 北見小学校六年のめかるいぶきです。よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。いぶきくんです。いぶきくん、すごい名前だね。感じね。はい、続いてお願いします。北見小学校六年の親がそうもです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうまでーす。続いて。北見小学校六年日がひろとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな六年生なんだね。新六年生。はい。はい。はい、よろしくね。<laughs> なんで。 笑い,笑いもう何でも楽しいよね、はい、<laughs> ではではもう質問ねさっきアンケートも書いてもらったので質問も続けていきますがあのルドルフさんから最近の子どもたちの名前難しいねって元気な子どもたち登場っていうことでメッセージもらってますよ大塚健二さんからも「お父さんが参加できるのはいいよね」ってあと、ね、でソーラーにお父さんに何かメッセージでも言ってもらおうかなって。 はいではではそらくんからもう一人ずつね質問していきますよ学校で頑張っていることは何ですかそらそらくん部活ですはいバスケットボール部ということなんですけど部活部員何名いるのそら部員全部で何名ぐらいいる四<人>年多いんじゃ人いいで六年だから四年が一番多い三十点三十点キャプテン <30? S 1> 何名 わからん、三十、名ぐらい。多いのかな、他の学校と多い。うん。だいぶ多い。そっか、そっか、あの、パートね、他の学校とも練習試合とかするさ。多い感じする。多い方です。うん。多いです。はい、そらくん、一番頑張ってるのは部活です。で、学校で楽しいことは、そらくん、何ですか。給食はい。大事です。 一番大事ね、成長期ね、子供たちの成長を助ける、大事なものなのでね。はい。続いて、いぶき、はいはい、こっち向いてほい,い、いぶき君。いぶきん学校で頑張っていることは何ですか。<laughs> 部活です。はい、部活、ポジションとかある。ええー。なん、なでもです。フォワード。センターアド何でもいいよ。センターフォワードです。あ、身長高いもんね。センターフォワード。で、ガード、この三つだった。 あのポジションって、はい、あそれは昔から変わってないんだね大きく分けるお細かく分けてもあるのあポイントガードシューティングガードパワーフォワードスモールフォワードセンターもう一回教えてあのもう一回最初から言ってみていぶきイブキ君シューティングガードポイントガードはい腹から声出していこうはいパワーフォワードスモールフォワードセンターです、うん、へこんなたくさんポジション増えてるんだね、はい、すごいね <laughs> 私バスケット部だったんだけど 北見小学校バスケ部だったんだけどさこんなガード、フォワード、センターの時代だからさ今ちょっとびっくりしましたありがとうございます、いぶき君学校で楽しいことは何ですか部活です、はい、もう部活色に染まってるもる部活だね、ワールドがね、はい他にあれバスケット以外で好きなものとかあるスポーツーバスケットだけが好き 体育の授業とか、<ー> <laughs> 外外からは答えが飛んできましたね。イブキどんな？もうバスケットが一番もうバスケット以外、バスケッ一本,本、うん、おいいですね。いいそんなイブキくんです。続いてソーマ喋りたくてうずうずっていう感じだけど、はい。ソーマーお父さんお母さんも上りかは違うのかな？ やがやがさん、まあまあいいかはい、学校で頑張っていることは何ですか部活ですはい、バスケット部、ポジションポイントガードですポイントガードってどんなことするのまあ、うん、司令塔えどんなことするプレイ中司令,司令塔、司令塔司令塔,司令塔,司令塔こうドリブルしながらあっち、あっちとかへぇそんな感じです五人いるさ、五人でプレイしてるのは変わらんよね <laughs> 5人いて、この真ん中ってこと うん、真ん中。まあ、中心真ん中とは限らんとか。中心中心ええー、そして学校で楽しいこと。部活です、はい。他に好きなスポーツある。ん外からは飛んでくるよ。はい、空手着てる子がいるね。<laughs> う <laughs> もうバスケだけです。バスケ一本。うん。ありがとうございます。そんな。そうまくんです。ではでは。なんだか。 君はキャプテンってうんうんうんって声出していこうさっきまでキャッキャキャッキャしてこっちまで聞こえてたよ本番になったらねシューってひろとはいひろとこっち向いてはいキャプテン新キャプテン副キャプテン服こっちですあっが2人ソーラーとソーマが副キャプテンでキャプテン1人そうですね 部活です。<laughs> みんな同じ答えじゃない。部活です。部活です。でもいいんだよ。いいんだよ。それであのー、ポジションはフォワードです。あ、マイクに向かってたフォワードです。フォワードフォワードってどんなことする？カットインとかシュート打ったりする？カットインって何ドライブです。ドライブドライブドライブする。ドライブするって。手を取りにドライブするってあっちじゃん。<laughs> 手を取りに えドライブするって本当にあるのえ、ないですよえぇーもこいつドライブって何うん、切り込むガーって入っていくは結構のディフェンスが立ってるところの間を縫うみたいにおおかっこいいねそれ決まった時どんな気持ちするうしいですスもう一回言ってもう一回言ってどんな気持ちになるスカッとしますスカッと この春い感じいいですね。スカッと弾ける感じがね、いいですね。<laughs> はい。そんなひろとくん、最近あった出来事、部活で。部活で、ない。最近何もない？怪我,怪我が多いです。怪我が多い？どんな怪我が多いの？ジャングルジムからふざけた。ちょっと待って。部活以外で怪我をしているということ？待ち時間。はい <laughs> 待ち時間に部活始まる前に遊んでてってことそうあーそれはもう気をつけないといけないね<え>ありよ保険関係とかあるさいろいろって <laughs> そっかじゃあえ大会あったんじゃない今週,です週,週あっこれからなんだ。うん、じゃあさソーラーラ、はい もう対戦相手決まってるよね。宮里。宮里賞と。あ、き、で、どこと対戦するの。宮里賞です。あ、宮里賞。どんなチーム。うん、強いって言われてるチーム。強いって言われてるチーム。ライバル。ライバルです。沖縄市の中では。あ、マイクでマイク。沖縄市の中では、ライバルです。あ、どんな北見小学校って、沖縄市でどんな感じ。レベルっていうか、強さ。去年は。去年は。 去年ベスト 3? 沖縄はベスト3です。ベスト 3? ベスト 4? ベスト4です。これは何で県で市で市でベスト 4? 市で何チームあるじゃん ?16 チームで。あすごいね。頑張ってよ。あの、大丈夫はい、じゃあですね、そのメンバー一人一人に今度は。 うん将来の夢を聞いていきたいと思いますそらくん将来の夢は何ですかプロバスケット選手です目指している選手いますかかわい,いレナードですレナード外国人選手、うんまあ、そうなるためには何が何やったらそこに目標に近づけるかなフットワークとかを頑張るあフットワーク お父さん、ふとわく、オッケイオッケイって、お父さんに一言どうぞ。い,うい,いつも思ってるあ。あんまり怒らないでください。<laughs> <laughs> ニコニコしてるから大丈夫じゃない。<laughs> はい、ありがとうございます。続いて伊武キくん、伊武キくんは将来の夢は何ですか。プロバスケット選手です、はい。その理由も書いてあるね。理由は？ 大人になってもやりたいからです大人になってもバスケットをしたいということで頑張ってよ、まずはね、まずは大人になっても続けるためには何が必要と思う、うん、練習とか練習もね、もちろん必要あと、ジャングルジムに登らない <laughs> <laughs> 落ちて怪我したら大変だからねはい、怪我にも気をつけながらね、頑張ろうね。はーい続いてソーマ、はい、将来の夢 プロバスケットボール選手になることですはいで、理由も書いてありますね大人になってもバスケットを続けたいからです <laughs> はいもう頑張ってよずっとはいうん。まずは今週の大会だねはいありがとうございますでキャプテン将来の夢は何ですかプロバスケット選手です <laughs> はい理由は <laughs> ずっとバスケットボールを続けたいからです。はい、もうみんな同じくこう目標に向かってぐあっていくんだね。大人になってもね。はい、そんな、えー、まずは4名の登場でしございました。この後メンバーチェンジしますけど、はい、ここで <laughs> 効果歌う？えー、なんで去年のバスケット部はアカペラで効果歌うよってよ。オンチでした。忘れたくもいいです。<laughs> はい、まあ、もうあの CD をね。

花うるわしく、先によう。<laughs> ゆかりも古き、御岳に。<laughs> そびえたちたりは、がぼっこその名も、ゆかし。聞いた おめでとうじゃんありがとうございます外からもコーラス聞こえましたねありがとうございます、うん、ではこの後メンバーチェンジなので一曲お届けしますよじゃあ空空のリクエストです曲紹介をマイクに向かってお願いしますバンザイですウルブルズの本在向け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 

はい。では、ここでメッセージが届いております。北野リスさん、いつもありがとうございます。えー、沙織さん、めぐみさん、ゲストの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。宮城さんが、宮島さんの代わりに放送してくれているんですよね。宮城さん。あ、えっとね、先週、青少年指導員のね、宮城隆さんがね、あ,あ,あの、出てくれたんですけど、あ,はい、あの、宮島さんの代わりに放送してもいいよ、みたいな話をなってたんですよ。 なのでもしかしたら、ねうん、あのピンチヒッターみたいな感じでねサウルさんみたいに宮城隆さんがね MC をしてくれる海外で出てくるかもしれないねと<ー>いう話をしてました先週そ,うそのお話ですね,ですね指導員の宮城隆さんの PTA パート楽しく i a、はい、ー a 楽しみにしています。指導員目線のラジオ 番組いい番組になりそうですねってそうですねいろんな目線でっていうのがまた面白いかもはいありがとうございますメッセージまだまだ募集しておりますメッセージは761アットマーク fm こざドット jp です CM の後まだまだ続きます。 はい、時刻は七時四十分を回ったところです。わらびんちゃん応援ラジオ PTA パー。と楽しく、あいえーなー。今夜のゲストは、北見小学校男子バスケット部の皆さんです。皆さん、こんばんはなんかもう出番終わった子たち、ホッとしてるね。<laughs> <laughs> キャッキャ、ッキャッキャ。外からの声が聞こえてますよ。<laughs> じゃあ、今度は、あのメンバーチェンジをしまして、えー、今度は三人。 登場です。はい、では私の隣から自己紹介お願いします。マイクに向かって。北見小学校。北見小学校六年の。松田玲音です。はい、よろしくお願いします。はい、玲音です。よろしくお願いします。続いてどうぞ。北見小学校六年 <laughs> 中曽根修斗です。よろしくお願いします。はい、修斗くんです。はい、続いてどうぞ。北見小学校六年生の。 上野高原です。よろしくお願いします。はい高原。光源よろしくお願いします。またみんなかっこいい名前だね。すごいね。で、レイン、レイン君、レイン君のレインっていうのは鈴の音って書くんだよ。初めて見たかも。私。ねえ、どんな思い出あ、お母さんに聞けばよかった。<laughs> 他にもいるよ、美里に。あ、そうなんだ。同じ時で。<laughs> バスケット部。うん。 あ別の友達友達？住みれ学道だったけどああ住みれっ子学道だったけどミサ<ー>ていたあじゃ別々の学校でまた中学校で会うね,ねそうしたらねああ<ー> <laughs>、ね、そんなそんなあのちょっと珍しい名前だったのでちょっと突っ込んでみましたはいマツダレインくん学校で頑張っていることは何ですか算数国語ですすげー はってお母さん外で、は算数と国語です。ああいいですね元気いっぱいですね。<laughs> 出番終わったらみんな本当にホッとしてるね。えー、算数難しくない？ね宿題で出てくるさ算数、ね。宿題出てた時分からんのあったら誰に聞くの？誰に？ご年月や。うん。公言。あ友達から聞くんだ宿題どんなするって。ずっと高原に教えてもらった。あすごいね。 はい、<laughs> 勉強もうあのね私たち親世代からすると親たちからするとね3年生ぐらいからちょっとごめん聞かんでって思う <laughs> 分数あたりからもう宿題わからんから教え,教えてって言われるのちょっと怖い友達,友達から習ってね引き続きねレインね。 んレインは画面が気になってるんだね <laughs> はい。ではでは学校で楽しいことは何ですかレイン君給食ですはいありがとうございます給食のメニューで何が一番好きカレーカレー <laughs> から揚げパン揚げパン,げパン甘すぎる甘すぎる給食センターの皆さん聞いてますか <laughs> そうなんだあの甘さがいいっていう子もいるかもわからんね そうなのね。甘甘,甘すぎる？甘すぎて美しい。揚げパンはちょっと甘甘いけど、うん、人気一応人気ではあります。ああそうね。きな粉がかかってるやつ？はい。あああれ美味しい。女子の方がやっぱり人気あるのかなきなあのあればなんだっけ？あ揚げパンは。うん。好き嫌いある？れい君。何が苦手？何だ？トマト。トマト？ 何でも食べるもしかして。違う。ピマンとあのゴーヤーと。うん。ピマン。はい。ゴヤとピーマン。うんうんってお母さん。美味しくない。美味しくないって。ごめんねごめんねって。好き嫌いはダだわ。あマンの肉詰めだったら好き。ああやっぱり工夫しないとねうちも野菜食べないから工夫しないといけないな。はいありがとうございますレインくんですで続いてシュートくん。 中曽根シュート君はいシュートって名前もまたすごくないシュート決め決めないとほらね名前シュートシュート決めないとあ,あ決まったときはなんて言われるのじゃあシュートがシュート決めたときはなんて言われるのガッツポーズ内周 <laughs> ちゃんとあるんだねこのいろいろですあ,あそのどうしたいろいろガ好きガッツポーズ好きないんなでやろう,うやってるぞゃな <laughs> 面白いね。<laughs> <れ>はい、シュート、そんなシュート君は学校で頑張っていることは何ですか。ああ、部活です。はい、バスケット部。ポジションある?。スモールフォワード。あ、スモールフォワードってまた何ねえっと、シュート決める。フォワードみたいな。<あ>普通のフォワードみたいな。それが。フォワード。方言も。同じく私、方言も。シュートとシュート。シュートと同じ。同じポジションで。でレインは。俺はポイントガード。 あさっきポイントガード一人いたねポイントガードは指示するで、はい、なんだったスモールフォワードミドルねスリンポイントまでいかないミドルね、はいはい、ありがとうございます続いて <laughs> 学校で楽しいことは何ですかート君社会の授業です 歴史好きだから。歴史が好き。好きなこの歴史上の人物っている。真田幸村。おお。ほん。真田幸村。真田幸村だったお前。じゃあ大河ドラマ見てる。大河。見てます。おほほほ。真田丸ですか。真田丸関係あるんじゃないかと。あ、今のだった。今の大河ドラマ。今は。違います。今が違う。前のが。関係ある。すごい。真田。幸村。沖縄市に幸村っていう焼肉屋。がって 焼きさんね。以降ねいつかね一緒にね。雪村の顔が実際。はい。ありがとうございます。社会。私も好きです。歴史は。うん、気が合いそうです。<laughs> ではでは続いて高原くん。はい。はい。高原名前の由来も気になるところだね。ね。<laughs> ね聞いてる？なんで僕の名前こんなって決めたのって。まだあんまり聞いてない。いやあとのお楽しみだね。聞いたことあるんですけどあんま覚えてません。あ覚えてない。じゃあもう一回じゃお母さんから聞いてね。<laughs> お母さんがこんなってやってるよ。学校で頑張ってることは何ですか。えっと勉強や部活など、あと係活動や委員会などです。係活動は何やってるの。えっと今は保険係をやっています。委員会は裁判員さん。委員会は。委員会は裁判員さん。裁判員といって、えっと鼻に水をやったりとか雑草雑草を抜きなどいろいろです。わお。あすごいね。 今な何か最近植えた植えたりした？最近は植えてないです。これから？これから植えると思います。うん予定はある？何か植えるよ何を植えるよとか。今のところは、うん？今のところはあまり聞いてません。あ、ありがとうございます。学校で楽しいことはじゃあ高原は何かな？バスケ、やっぱり部活など、うん、他にまあみんなと過ごしている時間が楽しいですで。お、みんなで過ごしている時って何やってるの？ えっとあ体育普通にまあじゃんけんなど普通に将棋などやったりも将棋がやってるの将棋ってやってる人もいるんですけどだいたい運動する人もいっぱいいます将棋部もある将棋将棋部類はなくいあれクラブがあってクラブでは将棋をするクラブがあって 新しいクラブ始まる今日からじゃない始まったんじじゃゃなないい今日からじゃないですけど今日は希望調査みたいなのがまだ決定ではないんだんはいじゃあ高原は何を希望したの第一希望えっ、ー、とスポーツでは、うん、えとキックベースを希望して文化のクラブでは、うんうん、ずっと4年生からやりたかったんですけど、うん、できなかったのでけん玉。 けん玉もあるんだけん玉楽しくない何種類みんな好みみ様々みたいですねはい。キックベースキーベーって言うんだねもう大人はびっくりしているよ今呼び方がどっちボールレインがどっちボールどっちボール楽しいよねシュートは何を希望したの第一？キックベースですバスケやって今度は足でも楽しむってあーそう が分かりましたよ。じゃあ続いても時間も差しもう迫ってきてるので、はい、はい。じゃあですね。将来の夢を一人一人聞いていきたいと思いますよ。レインからどうぞ。僕の将来の夢はプロバスケットボール選手になることです。はい、プロバスケ選手目標としてる選手いますか？ステフィンカリーです。 ステフィン・カリー私たちの時代と全然違うラリーバードとかいたけどね、<laughs> 全然違うんだね <laughs>、はい、そうですね、じゃあそう、そこに近づくには、まず何が、<coughs> 今の自分だったら何ができる、そこに近づくために、まずは一番頑張ること、ボールハンドリング、また投資とか、あそれはできるああそれできるんだ、私、中学校になってもなかなかできなかったけど、<laughs> 今、すごいね、北見ね。簡単だよな 簡単なんだ <laughs>、はい、じゃあ、りんくんお母さんに一言、も、ま、言、あ、せっかくいらっしゃってるよ、お母さんに面と向かって言えないことをガラス越し、マイク越しに言ってみよう、お母さんにん一言、一と言、感謝のこれからもお願いします <laughs>、はい、お願いしますって。 照れるよねこんなこと改めて言うのはね <laughs> はいありがとうございますシューくん <laughs> 将来の夢は何ですかキングスに入ることですキングスの試合も見に行くう,うんたまに見に行きます、うん、自分のねこう部活の大会とかもあるかもしれないけどこういう間近にこう身近にねプロの選手がいるから見に行くっていいよね好きな選手はいますか岸本隆一ですああ 俺はあれだ、俺はあれだっていう感じなの。俺はあれだ、俺はあれだ。いいですよね。テレビでも見れるから本当に楽しい。こう最近行った試合見に。最近は行ってない。最近やるって。最ってます。二十九日だ。二日。今月。ゴールデンウィークあるかもね。あ、そうなんだ。最近キングスやるって言わ誰か。じゃあお母さん、お母さん来てるよね。お母さんだよね。キングス見に行きたいです。お母さんだよね。お母さんにお願いしたら。キングスまた連れてってください。 はい、お母さん OK 出ましたおめでとうございます僕の将来の夢は、うん、えっとみんながおいしいと言えるような料理を作れるようになる料理人になりたいですなんと料理人プロバスケットボール選手が続いての料理人理由がちゃんと書いてあって理由もう一回言って教えてえっとお母さんなどたちがよく、うん、僕たち子供のために えっと、おいしいご飯を作ってくれているので、うん、僕もおいしい料理を作ったりしてお母さんたちに次、うん、ひ召し上がっていただきたい召し上がっていす, <laughs> すごいすごいこのこと私小学校の時わからんかった <laughs> 最近が使ったのあーすごいねなんかもう今得意料理ある今なんかやってること初めてることある例えばゆで卵ゆでるとか <laughs> コロッケあんまりコロッケまだ初めてはないでも 手伝ったりとかはよくあるんですよすごいよくっていうか、まあ、たまにたまにお母さんでもうんうんって言って本当なんだねすごーいみんなの弁当もお願いしてよ <laughs> <laughs> 弁当お願いします、はい、お母さんに一言お母さんいらっしゃってるからせっかくだからえっと今度僕にぜひ料理教えてくださいお何習いたい何から習いたい、うん、何でもいいです何でもいいって お母さんが教えらられるようなことから、うん、も,うもう私これ言われたら泣く <laughs> はいそんな3人のメンバーでしたようんもう時間ある大丈夫北見小学校近々お知らせありますか北見小のお知らせお知らせは特にあんまりないですけど部員募集とか。 はい、多すぎる。今結構多すぎて。結構多すぎて。多すぎて練習できん。多すぎて練習できない。幸せな悩みだね。あの三原小学校のバスケ部の子たちが。北見。部員が少ないから、北見いいなって言ってたよ、そういえば。うん。うそ、今多いですよ。そっか。なかなかボールが回ってこない。シュート練習も。ボール。三回。なんか。 来るのが遅いそ出番が遅い、ね、時期だったい。二回ぐらいしか出番があったりとかないので早くボール触りたいよね <laughs> シュート決めたいもんねシュートねはい、<laughs> はい、ルドルフさんからメッセージ来てますよ将来のルドルフさん、えー、将来の夢が叶いますようにプロ選手と料理人って叶えますようにって大阪からメッセージありがとうございます大阪そうすごいね、うん、ではでは今メ,、うん、メロディー 聞こえてきてきる、うん、じゃあ最後にええー、曲紹介してもらってもいいのかなもうじゃあもうお時間がねまもなく放送時間<れ>終わりだけど喋り足りないことはないあいこれ言えばよかったとか大体いい帰り道に思うけど効果,効,果効,果効果はもういいんじゃないまた来たらいいさね次ね。<laughs> ちょっと 覚え俺覚えてますよ。俺は覚えてますよ。歌いぶさ、歌いぶさですね。北見小。ぜひ歌ってください。ドジロのいいけどさ、高原お願いします。はい。もういいよ。もうあと一分二分ぐらいだからね。はい。じゃあですね。もうここで北見小学校もういいのかな本当に。はい。メッセージはいいですか。皆さんに向けての。特に大丈夫です。はい。特に大丈夫です。すごいね。大好きャラです。はい。 今夜のゲストは北見小学校、うん、PTA のお父さんお母さん父兄の方とそしてバスケット部男子バスケット部の皆さんでしたまた遊びに来てくださいねはいはい、はい、じゃあ最後に曲紹介を何こっち通る俺なんかな高原、はい、高原のリクエスト曲えっとじゃあ今流れてる曲何が流れてるんだこの曲 今流れてるのは栄光 <laughs> <るさ> <laughs> の架け橋です。はい、お聞きいただきながらお別れとなります。わらびんちゃん応援ラジオ PTA パーっと楽しく、アイエーな。この時間は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りしました。また来週。